フランセスク、シャビエル・アル・ナウ・グラブローサは、スペイン・カタルーニャ州、ジローナ・ケン・ラス、プラナス出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはゴールキーパー。FC バルセロナの下部組織出身であり、1996年11月9日のアトレティコ・マドリード戦で、トップチームデビューした。ルート・ヘスプや、ホセ・マヌエル・レーナの控えを務め、 1999年までは FC バルセロナ B でもプレーした。2001年遺跡金210万ユーロでマラガ CF に移籍した。当初はペドロ・コントレラスの控えであったが2003年にコントレラスがレアル・ベティスに移籍してからレギュラーの座を獲得した。その後キャプテンに就任したが2007から08シーズンはイニアキゴイテアにポジションを奪われた。 ゴイティアは2009年にベティスに移籍したが、新たにロベルト・サンタマリアとグスタボ・ムヌアが加入し、2009から10シーズンは第 3GK に降格した。2010年にムヌアはレバンテ UD に移籍したが、ロドリゴ・ガラートやルベン・マルティネスが加入し、さらに2011年にはアトレティコ・マドリードからセルフィオ・アセンホ、セグンダ・ディビシオンのエルチェ・ CF からウィルフレド・カバジェロも、 加入した。なお、このシーズンは5人の GK がリーグ戦で交互に出場し、正 GK 不在の得意なシーズンであった。2011年5月21日、フルス、FC、バルセロナ戦とのシーズン最終戦では、試合終了間際にカバジェロに代わって出場し、現役生活最後の瞬間を飾った。2011年6月、 かつてのチームメイトである FW サルババジェスタと共に、マラガ CF のユースチーム監督に就任した。2021年5月、オビエド近くの駅の線路内で遺体として見つかった。線路に飛び込んだと推測され、自殺とみられる。1998年には、U-21 スペイン代表として UEFA、U-21 欧州選手権に出場して、優勝し、 大会最優秀選手賞に輝いた。ありがとうございます。